アフターホークスというわけで、6月25日、6月26日、6月27日の対オリックスバファローズとの3連戦、こちらをね、振り返りたいなと思います。ちょっとこのカードからですね、試合の振り返りはそうなんですけれども、各試合でですね、僕なりの MVP を決めていきたいなと思います。早速ですね、6月25日の試合なんですけれども、まず結果7対2でソフトバンクの勝利となりました。いいですね、打線が噛み合いまして快勝となりました。そして僕なりのこの試合の MVP は有原康平投手です。有原投手、やっぱりもうソフトバンクのエースということで、情報によると12登板中10登板でクオリティスタートされているということで、いやもうこれはすごすぎる結果ですね。そして25日の登板もクオリティスタート、なんなら終盤までノーヒットピッチングでしたからね。もう今のソフトバンクの先発陣には欠かせない選手に本当になってますよね、有原投手。有原投手が投げる試合はもう安心して見られる試合を作っていただけると思いますので、まあ、この試合もね、ナイスピッチングだったので MVP に選出させていただきました。 MVP に選出させていただきました。続いて6月26日の試合なんですけれども、結果5対1でソフトバンクの勝利となりました。いいですね、この日もしっかり快勝いたしまして、オリックス相手に2連勝となりました。そして僕のこの試合 MVP に選出させていただいた選手は正木智也選手です。2対1とね、もう1点差で緊迫した場面が続いてたんですけれども、6回ですね、ノーアウト1、2塁のチャンスが来まして、オリックスが先発東投手から吉田投手にスイッチしたんですね。その時に正木選手がですね、吉田投手の初球を捉えてレフトへのタイムリーヒットで3対1とした場面、この場面ですね、改めてこうプロの意識の高さといいますか、試合への準備、次のプレーへの準備、そういうところをね、見せていただいた場面でありました。やっぱり野球をやってたからこそ分かるといいますか、野球ってやっぱり準備のスポーツですので、こういったところから気を抜かない、やっぱりプロの意識の高さっていうのをね、すごく感じましたね。続いて6月27日の試合なんですけれども、結果3対1でオリックスの勝利となりました。この試合はですね、初回に東浜投手が森友哉選手に先制ツーランを打たれたりと、初回にオリックスに主導権を握られるような試合展開になってしまったんですけれども、その中で僕が MVP に選ばせていただいたのは中村晃選手です。ソフトバンクのね、唯一の得点シーン、得点回、8回表ですね、先頭尾形選手のところにですね、代打中村晃選手打席に立つんですけれども、さらにオリックスがですね、この回から連続無失点記録がかかっている小田島投手がマウンドに上がってましたね。その中でですね、中村晃選手がなんと9球粘りまして、そして最後ですね、外に逃げるシンカーをですね、うまく拾ってライト前ヒット、この場面ですよね。やっぱり小田島投手も9球粘られて、最後決め球シンカーをうまく運ばれて、少し気持ちが動揺してたところに柳町選手のタイムリーヒット、まあそこが生まれるわけですよね。得点の場面を作った中村晃選手がこの試合の僕なりの MVP となりました。というわけで、本日のアフターホークスは以上になります。この動画が少しでもいいなと思っていただいた方は、グッドボタン、さらにはチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。